皆さんこんにちは。今回は岡山県新見市の西方宇野の原というエリアに来ました。新見市の中心部から10分ほど山に入ったところですね。ひたすらカーブの多い山道ですが、対向車がなくて本当良かったです。ここで分かれ道が困りましたね。とりあえず左側に進み下ってみようと思います。ずっと5分ぐらい下に下ったところに集落を発見いたしました。車はありますが人の気配は全くありません。やっぱり暑いのでゆっくりされてるんでしょうね。はい、というわけで今回のスポットです。もうね、完全に山の中の集落です。この先にある駅に行ってみようシリーズです。もう山の中にね、ポツンと駅があるんですけど、こちらは JR 伯備線と芸備線かなの、まあ通過する駅になるんですけどね、伯備線ね、通過するんですけど止まらないんですよね。ここの駅、芸備線だけが止まるというちょっと変わった駅です。ちょっとね、行ってみましょう。ナンバー32、駅舎ないですよね。もうそのまんまな感じです。はい、というわけで今回ご紹介するのは宇野原駅ということですね。岡山県新見市にあります駅なんですけど、新見駅の次にある駅ということですね。伯備線と芸備線が通る駅なんですけども、まあ伯備線はその停車しても乗り入れができないということで、芸備線のみが停車扱いをするということで、まあ周囲にね、人が少ないということで芸備線だけの取り扱いをしているそうですね。ですけど、これは何だろう。ああ、なるほど。なんか来ましたよみたいな寄せ書きじゃないですけど、こういう駅なんですね。非常にシンプルな駅です。一応これ特急やくももね、通過するんですよ。特急やくもやばいな、これ。ちょっとよく確認しないと本当にね、危ないというか。今日もね、31度なんですけど、めちゃめちゃ涼しいですね。もう次の駅がね、新見駅ということです。どうでしょうかね。
まもなく列車が通過します。ご注意ください。ハクビ線がこれからね通過するということです。ここには止まらないんですけど、次の、備中甲城駅ですかねに止まるんですよね。普通列車だと思うんですけど、ここはスルーらしいです。ただし芸備線は止まるということです。なるほど、こういう感じなんですね。結構ね、このカーブ見通し悪いですからね、気をつけないと怖いですよね。列車来ます。ハクビ線、警笛とか鳴らすのかな。まあでも低速かもしれないですね、見通しが悪いので。米子に行くって書いてありましたね。米子行きのね列車です。はい、というわけで今回はこんな感じでお送りいたしましたね。まあ、11時ぐらいなんですけどね、止まる列車は当然ながらないということで、まあ、完全に、芸備線の駅ということですね。まあ、昔はもしかしたら止まってたのかもしれないです、ね、ちょっとのどかなエリアにある駅でした。というわけでまたご視聴よろしくお願いいたします。ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。